今日も全力ぶっちぎりマキピロくんでございます。はい、今回はちょっとですねボス1でワンパン攻略したいなと思ってこの編成でやってきております。で、編成の方はノイシュバンシュタイン、風神雷神ヘラ、そしてポラリスとなっております。で、ヘラはね貫通です。まあ、バフかけるためと、あと爆発誘致を持っているので、まあ、ポラリスの火力、まあ攻撃力をね、加速とかを、まあ、入れて、まあ楽に攻略してやろうというぐらいの感じかな。あとはバフ。ん？バフって言った？わかんない。もういいや。こんな感じでコツコツ殴っていきます。はい、オッケー。あとはヘラが2段階目溜まるかどうかだな。ノイシュはね、SS 軽いんで、全然問題ないと思います。ちょっと本来はですね、右側の反射印から処理していくのが、まあ、セオリーなんですけど、今ね、ちょっとちょうどいい位置にいたので、あっちから行きました。ポラリスめっちゃいい位置、俺の名前。あ、嘘、マジ。あ、でも大丈夫。ヘラがあそこにいるからね、問題ない。問題ないです。じゃあこれ割って一回触れたらね多分割れると思うので、はい、こんな感じで処理をしていく。あ、ヘラ大丈夫だね、全然余裕だね。はい、じゃあこれコチコチ殴っていきます。めちゃくちゃいい位置やね。なかなかこんなんないよね。ほうほう、まだ暴れる。いいよ、頑張れ頑張れ。で、ノイシュ。ノイシュがたまんのかどうか不安になってきたな。オッケー。あ、オッケーオッケーオッケー。そうか、短縮持ってるからね。いけるね、いけるよこれ。あとはワンパンできるかどうかだけ。問題はそこだけ。あ、嘘、マジ。わ、天使からね、これ処理しないとね、遅延食らうんすよ。やめてよ、マジで。勘弁してくださいよ、天使さん。うざこいなぁ、お前。めちゃくちゃうざこいぞ。割れる？あー、割れたけど間に合わずやね、間に合わず。いやー、最初の天使がマジうざこかった。しょうがないな。じゃあこれでいけるかな。割れてないね。しょうがねえ、こればっかりはしょうがねえ。奥深く入ってって割って、はい、オッケー、問題なし。いや、SS 貯めたと思えばね。しゃあ、いきましょう。まずはどれ倒せそうかな。どれも倒せそうじゃないな。ちょっと厳しそうやね。ミラーはまずバリアを割って、あー、やっぱ無理だね。貫通スタートは厳しかったね。これ斜めでゲージ外して弾きます。ゲージ入れちゃうとアンチブロック持ってるので、そこがねちょっと困っちゃうな。よっしゃよっしゃじゃねえな。はい、いや届かんやんけー。まあいいんですよ、いいんです。ゆっくり行きましょう。どうせ回さないといけないんでね。よし、環境は整ったぞ。環境は整った。じゃあヘラは風神雷神バフかけていきます。
行った行った何してくれるんじゃい。これで何もしなくていいんだよ。あとはね、耐えるだけなんですよ。これ耐えれんのかな。オッケーオッケーオッケー。あ、耐えてるね。あ、耐えた。耐え切ったわ。めちゃくちゃいい位置じゃないこれね。はい、弱点効果アップ入りました。さあ、緊張の一瞬でございます。地雷2個持ってるから、これいけそうじゃない。これでコンテナ触れて殴る。どんなもんじゃい。はい、無事ねワンパンできました。以上、全力ぶっちぎりマキピロくんでございました。またお会いしましょう。あばよ。